はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェットタニーです。本日はカンボジアの海岸都市ケップに来ております。ケップといえばですね、もう一番有名なのはカニになります。本日は、カンボジアケップの、カニマーケットに来ております。皆様にね、あの一番のね、あの状況をお伝えしたいと思います。この海の中に浮いているカゴがですね、カニがね入っているカゴになります。はい、カゴに入れたカニをですね、あの海から取り出して、それを、お客さんにあの提供してくれます。はい、私たちはこれをね、今日はボイルしてもらいます。はい、あとね、乾物関係もね、あのたくさん売っております。はい、ケップの隣町がカンポットという町で、あの胡椒の、あの有名な町になります。ですから胡椒とかもね、ここ売っております。はい、市場に併設してですね、あの小さなレストランがたくさんあります。はい、レストランはね、もうビーチをね、あの奥の方見えるでしょうか、ビーチのところにテーブルがあって、そこで海を楽しみながら、まあ、カニとかをね食べるという形です。はい、注文しました炭焼きの、タコとエビが来ました。はい、これをですね、この右側の、チリがね入った少しスパイシーなタレで、食べます。はい、チリのタレが辛いので、このサトウキビの、ね、ジュースで、食べていきます。これ甘くて非常に美味しいです。いただきます。この、ね、タレをつけてね、これで、ね、食べます。うまっ、いいですよ、最高。ちょっともう辛すぎ、本当に。はい、カニをねボイルして持ってきてくれました。7匹あって7ドルです。ボイルしたばっかりでね、もう持ってるのが熱いんですけども、小ぶりなカニになります。はい、でもね全部ねメスにしてもらって卵付きです。卵がね、卵が入ってるメスばっかりにしてくれって言ったんですけどね、もうほとんど入ってなくてね、ちょっとがっかりです。やっぱりね、市場のところで食べますとカニは安いけど、やっぱクオリティちょっと落ちてます。やはりねレストランの方が、キロあたり割高になりますけども、やはりね、カニ自体のクオリティはね大きくていいと思います。おいしいけどタレがスパイシー。あー、カニ1キロというと結構量がありますね。これもあとこんだけ食べないといけないの、ちょっともうしんどくなってきました。炭エビ焼きでね、イカとかタコだけで僕は十分だったかなという感じします。
はい、それでは2020年、コロナになってからの、ケップ、カニマーケットの様子でした。はい、以前と変わらずですね、あのお店やってたことはね本当に嬉しかったです。ただやっぱりね、あのコロナの影響でお客様が、まあ、激減しているというのはね、感じられます。はい、できたらねこのまま頑張ってね、あのお店皆さんね続けていっていただきたいと思います。はい、私もですね今日はもう料亭でカニ食べて汚れますのでね、もう自撮りできませんから、ここでね、までといたします。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネルを超えて終了いたします。次回更新をお待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。いただきます。